どうもこんにちは、ソノです。今回はですね、香りについて少し思うところがあるのでお話をさせていただきたいというふうに思っておりますね。よろしくお願いします。で、こんな動画をですね、なんで唐突に香りの話をするかっていうとですね、僕はですね、最近結構人に会ったりとか、以前に比べて外に出る機会っていうのが増えたんですけれども、いろんな場所に行って、いろんな人、それは知人とかですね、他人関係なくですね、あるいは男性、女性関係なく、周りの人と一緒になることっていうのがあるんですよ。例えばエレベーターの中で一緒になったりとか、電車で隣になったりとか、一緒に食事行ったりとか、どっか会議室で一緒になったりとかあるんですけど、結構ですね、近くに行くと、体臭こいつきついなっていう人多いんですよ。で、アジア人というか、日本人というのはその体質的にもともと体臭はそれほどきつくない人種だって言われてるはずなんですけれども、僕の周りがそういう歪んだ人っていうのが多いのか、その辺っていうのはよくわからないんですけど、結構体臭きつい、この人、そんなに重度の人っていうのはそこまで、ちょっといるんですけど、そこまではいないですけど、この人、体臭がきついがゆえに相当損してるなっていう人が、僕が今、連想できるだけでも本当に相当、数十人ぐらいいて、もったいねえなって思うわけですよ。で、結局、おしゃれをしたりとかですね、服装とかに気を配ったりとか、そのいいカバンを持ってみたりとか、哲学思想っていうのをね、学んで、その人格を高めていったところで、結局、そいつが臭かったら、その瞬間、全てが終わりというかね。インターネット経由で情報発信とかしてるだけだったら別に匂いは伝わらないんで、そこまで影響はないかもしれないですけど、じゃあこの人と会いたいって言ってね、会った時に、臭くねみたいな時に、もう印象はガタ落ちになるわけですよ。で、やっぱそこで、いや、この人、いいこと言ってるけど、ちょっと臭いしなみたいな感じになっちゃうっていうのがあって、すごいもったいないなっていうのを僕は思うんですよ。で、僕はですね、その大学時代から、いろんな洗剤の配合比率っていうのを実験してみたりとか、制汗剤っていうんですか、その汗の匂いを消すような、84みたいなやつですね、ああいったものもいろいろ実験して、今まで来て、で、今はそのオーガニック商品であるとか、そのボディーソープにオリーブオイルと蜂蜜を混ぜたりとか、いろいろ実験をやってるんですよ。で、いろいろ実験をやってきた結果、匂いが出にくくなる。僕も厳密には汗をかく人なんで、体臭出てるはずなんですけど、それをいい感じに今マネジメントできてるんですよ。で、いろいろ実験してきて、やっぱそのみんな、皆さんにお話しできることっていうのがあるかなっていうふうに思うので、ちょっと香りに関してですね、ケアしてる人っていうのがあまりにも少なすぎるっていうのと、まず自覚してないっていう人も多いんで、ちょっとその辺をトータルでですね、僕の中で体系立てて一度お話ししたいと思って、この動画を作らせていただきましたね。はい。で、もう具体的な話に入っていきたいんですけど、人と接してても最悪だなって思ってしまうのは、もう、脇がですよね。これ脇がっていうのはその脇から発生する匂いだけではなくて、特定のいろんな場所から匂いっていうのは出てると思うんですけれども、汗がなんかもう腐ったような匂いですよね。なんか、高校とかで見たような、その女性の方はわかんないかもしれないけど、男子更衣室の匂いってやつで、これは非常に悪質というか、もうその人の近くに寄るだけでもう気分が悪くなってしまうぐらい強烈な悪臭なんですよ。で、脇がのタチの悪いところっていうのは、本人が結構気がついてないことっていうのも往々にあって、本人が気がついてないと本当に罪の意識もないから、普通に近づいてくるわけですよね。で、そういうのすごくタチが悪いと思うわけですよ。で、もう本当に家族とか友人っていうのが、僕も親しい人にはやんわりと指摘するようにしてあげてるんですけど、なかなかね、言っても分かってくれないんですよね。だからこれからも結構きつく言っていこうと思ってるんですけど、家族とか友人がやっぱ指摘してあげないっていうふうに思っていて、まずその人っていうのが非常にきつい匂いを発してしまっている、そしてそのことによって周りの人に不愉快な思いをさせてるっていう意識を持たせてあげないといけないと思うんですよ。で、意識を持ったら対策しなきゃいけないっていうふうにと思うと思うんで、そこですよね、まずね。で、対策としてやってほしいのは、僕も結構汗かく人間なんで匂い出てるんですけれども、なんでじゃあ僕は大丈夫なのかっていうと、まずお風呂に毎日入るっていう、これは基本ですよね。風呂の、シャワーじゃなくて湯船に入るっていうのは結構有効で、湯船に5分とか10分とか浸かると、基本的なその汚れっていうのは大体落ちるっていうふうに
言われてますね。で、上がった後に僕は、若い時はその8-4 みたいなスプレーを脇と背中と、まあ、全身にバランスよくスプレーして、まあ、それで下着を着て服を着てっていうのをやってたんですけど、今は香水を使ってますね。香水で、香水も今ちょっと為替が動いてますけれども、だいたい2000円とか3000円ぐらい出せば1年分ぐらい持つ 100ml のブランドもののいいやつがもう購入できるんで、そういったもの買ってもらって、それをもまず朝起きたらやるっていうのと、風呂上がりにやるっていうのをやってくれれば、風呂に毎日入ってもらって、この香水ないしは8-4をかけるっていうのをやってもらえれば、だいぶ効いてきてますね。で、それに加えてこの後話すんですけど、結構洗濯を舐めてる人が多くて、洗濯が適当なんですよね。あれはいいと思ってる人が多くて、で結構洗っただけでは汚れ落ちてるんですけど、その干し方とか乾かし方によって、洗ってるのに臭くなったりすることって普通にあるんですよ。で、僕がいろいろ実験して、もう汗の匂いに強い洗剤っていうのをもう突き止めたんで、それも公開しますから、それを使ってもらえれば、バッチリ匂いの対策っていうのは大丈夫ですね。で、これらをやっても、もう効果がないぐらい匂いがきつい人っていうのも少なからずいて、そういう人は、若干大変かもしれませんが、手術っていうものを真剣に検討してほしいって思ってます。そういうのが必要だなっていうふうに僕は思ってます。まずこれがもう対策肢としても、汗の匂いね。もう汗が生まれつき、強烈に出てしまって、もう脇がレベルになっちゃってる人のパターン。で、次が今少し話した通り、衣類の匂いですよね。衣類の匂いって結構地味にあって、これ結構年配の人とかがあんまり配慮できてなくて、癖なって人が僕の感覚だと多いですね。加齢臭とは別個に、加齢臭が、ある程度25度が超えると出てくるんですけれども、その加齢臭の影響っていうのはやっぱその洗剤が、だいぶ中和してくれるっていうのがあるんですね。その洗剤と8-4ないしは香水っていうのは結構中和してくれるんですけど、年配の人は結構これやってなくて、結構残念な匂いが出ちゃってるってパターンが多くて、でそれと加えてですね、洗濯物を外干しするっていうのをやってる人が地味に多いです。で、外干しすると確かにその浴室乾燥機とかと比べれば電気代が節約できるって思ってるかもしれないんですけれども、東京とかもその人通りが多いところで出すと、まず排ガスの匂いっていうのが外には充満してるわけですから、その匂いが服につくわけですよね。じゃあ部屋で干せば大丈夫なの、細野さんって言うかもしれないけど、部屋干ししたら乾くまでの効率っていうのがやっぱ外干しよりも効率が悪いわけだから、なかなかじわじわ乾かなくて、乾く頃にはなんかカビ臭くなったりとかするわけですよ。乾かした間に菌がもう増殖しちゃって、乾ききる頃にはもう臭い状態になってる。で、体臭がない人でも、この服が臭い人、これ僕、人んち行った時に思ったんですけど、結構タオルが臭い人って多いんですよね。タオル。で、タオル一回使って、僕は一回使ったらもう毎回洗う派なんですけど、結構何回も使う人っているじゃないですか。あれ最悪だと思ってて、なんでかっていうと、体拭きますよね。綺麗な体かもしれないけど、拭いて、で、そこには水がつくわけじゃないですか。で、それをまたなんか、タオルかけかなんかにかけて、それを次の日も使うっていうんでしょ。その間、だって、カビとか雑菌がそこで湧きますからね。で、汚れたタオルで次の日体拭いたら、体に汚れとか菌とか匂いがつくわけですよ。で、それを3日とか4日とかやったら、汚いもんで体拭いてるわけだから、風呂入る意味っていうのがなくなるんですよね。これが僕が見てて分かってる人がすごい少なくて、ちょっと言いたいんですけど、結局その体臭がなくても、この服が臭いっていうのもそうですし、タオルが臭いっていうと、そこから匂いっていうのがついてきちゃうんで、具体的な対策としては本当に洗剤と柔軟剤っていうのを使ってほしくて、洗剤だけでも匂いって落ちるんですけど、柔軟剤使うとタオルとかバリバリになっちゃうと思うんですけど、あれを柔らかくすることができるっていうのがあって、で、これに加えてその部屋干しと外干しっていうのを一切やめてほしくて、エチケットのためにね、損するじゃないですか、やっぱ臭いと。それやめてほしくて、浴室乾燥機でもう短期間で効率的に乾かす。で、タオルはもうバリバリになっちゃうから、柔軟剤をかけた状態で乾燥機に入れてもらうと、もうふわふわになるんで。でも、とにかくその洗濯物のコツっていうのは、もうまず良い洗剤ですね。この後どれが良い洗剤かっていうのを話すんですけど、短期間でもうサクッと洗って、短期間でもう効率的に乾かす。部屋干しでダラダラ乾かしたりとか、外干しで、うわ、私電気代浮かしたんだとか、なんかそういうしょっぱいこと言わないで、もうやるってことですね。電気代浮かしてても結局自分が臭かったら、それで臭い格好で営業とか行って、こいつ臭いから嫌だなみたいな客先に思われたら、元も子もないわけですから、そうだったらこの人いつも清潔感があって感じもいいから、
会おうかなとか、この人と会うといつも安心感があるなみたいな感じで周りの人にも思ってもらって、それで制約をバンバン取って自分の収入を上げた方が得なんですよ。電気代そんなね、せいぜい月数万とかなわけですから、ガンガン使ったってそんなところでケチっても全然意味がないと思います。多くのものを失ってるというふうに僕は思います。でとにかくですね、その匂いの原因っていうのを、まあ、一個一個潰していくってことですよね。対策できることは対策して、意識を変えることで、まあ、そういったものをなくせるのであれば変えていくってことですよね。で、まあ、僕が今回この動画作る前に若干下調べした結果見えてきたことっていうのは、やっぱその食生活っていうのも影響してて、肉ばっか食ってると体臭はきつくなるっていうデータが見当たりましたね。で、まあ、白人圏の人とかなんかが、まあ、その躊躇だと思うんですけど、あの人たちって肉ばっか食うじゃないですか。まあ、だから結構匂いがきついって言われてるんですけど、まあでも逆に僕はいいと思うのは、まあ、ヨーロッパとかで風呂入る習慣ってあんまないわけじゃないですか。でもそこまで匂いっていうのが気になる人っていうのが、まあ、僕が見てる範囲ではそこまでいないのは、なんでかっていうと、あの人たちは香水をちゃんと使ってるんですよね。で、香水っていうのは設計がされてて、どういう設計かっていうと、汗の匂いと混ざった時にいい感じになるように最初から設計されてるんですよ。安いやつはダメなんですけど、シャネルみたいな、もうすごい、もう専属の調合師みたいのがいて、ものすごい研究、時間と手間をかけて研究してるようなブランドの香水って本当によくできてて、汗の匂いと混ざるといい感じに中和するように作ってありますね。だそういうのやっぱあの人たちは使ってるから、体はそんなに綺麗じゃないはずなんですけど、匂い出てないんですね。で、あとやっぱ僕が一等期に比べたらその体臭をマネジメントできるようになった理由として、僕は昔やっぱ酒を飲んでたんですよね。ワインが結構好きだったんで、毎日その安いワインですけど、カリフォルニアワインとかチリワインを買ってきて、まあ夕食と一緒に飲むっていうのをやってたんですけど、今もう一切アルコールはやめたんですね。もう人との食事の時も一切酒飲まないんですけど、でそれやった結果、やっぱりその後で調べて分かったのは、酒っていうのは酒癖みたいな人っているじゃないですか。あれと一緒で、お酒っていうのはやっぱ体臭の原因になってしまうわけですよね。あとタバコなんかはもう分かりやすいんですけど、もう最悪ですよね。もう1秒でも早くやめるべきですよね。なもう酒もタバコもやっぱ体臭の原因になるんで、まあ、なるべく量を減らす、できれば両方ともキパッとやめるっていう方向で持っていってほしい。そして洗濯機っていうのは、まあ、なかなか忙しくて毎日回せない人もいると思うんですけど、夏場なんかも特に大事で、もう一回来たら夏はもう毎回洗わないとダメですね。冬場でも、まあ、なるべく一回来たらもうこまめに洗っていくっていう流れで、先ほど言った通り、そのタオルを何て言うのかな、一回使ったらもう洗った方が絶対良くて、その二回三回とかっていうのはもう雑菌が湧いたタオルで体を拭くわけだから、それは体臭くなっちゃうっていうのは当たり前の話なんですよ。で、別にそのタオル毎回洗ったところでそんなに電気代とか水道代にもそこまで変わらないと思うんで、何よりもそれよりも多くのものを失いますからね。っていうのをまず留意してもらって、タオルはもう一回使ったらもう必ず洗う。必ず洗って、もう乾燥機で、もう電気代ケチらずに、多くのものを失うわけですから、臭いもんでやったらね。でバリバリの体タオルで体拭いたら痛いわけですから、もうそういったところにはお金を使ってもらって、もうこれは必須だと思ってて、やってほしいということですね。で、洗剤の組み合わせもいろいろ実験するといいと思うんですけど、僕が今までいろいろ実験して、国内外のもの、まあ、有名なのも大体実験したんですけど、まあ、一番効果があったのは、アリエルっていう P&G が出してるやつと、ソフランっていうのは、ちょっと、どうかな、ライオンだったかな、まあ、メーカー忘れちゃったんですけど、それの一番高いラインがあるんですね。ソフランプレミアム消臭ってやつがあるんですけど、この組み合わせが一番その洗濯の仕上がりに満足できますね。これ以外の洗剤を使うと、やっぱりちょっと洗濯カスっていうか、ややカビ臭くなってしまうときとか、仕上がりに満足できないときっていうのは僕はどうしてもあって、このアリエルとソフランプレミアム消臭だと、この後話しますけど、ダウニーみたいに匂いがきつくなることもなくて、すごくいい感じで日本の人に合った香りで、仕上がって、で乾く頃にはその匂いも薄らいでるっていうのがあるんで、すごくいい仕上がりになりますね。で、洗った後も匂いとかその雑菌が増殖しにくいようにしてくれる成分が入ってるんで、この組み合わせが僕は一番気に入ってます。なので皆さんも何買えばいいか分かんないよって場合は、このアリエルとソフランプレミアム消臭の組み合わせで買って毎日洗濯をしてもらうっていうのをやればいいと思います。で、消臭剤マニアの人なんかは、まあ、僕もそうだったんですけど、海外のやっぱ消臭剤っていうのはやっぱ匂いがすごいきついわけじゃないですか。強力なわけですよね。で、まあ、要は西洋人のどぎつい体臭を消すぐらいのパワーがあるわけだから、これは効くぜっていう風になるんですけど、例えばそのアメリカのダウニーなんかは、まあ、ダウニーって大きく2種類あって、アメリカのダウニーっていうのと、あとは、ブラジルのダウニーってやつが多分日本では、なんていうかな、
普及してるっていうふうに僕は思うんですけれども、どっちもやっぱ香りが強いんですよね。日本人好みというか日本人受けする香りではないんですけれども、なかなか使ってる本にはその自覚がないからバン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 使っちゃうんですよ。でダウニーを使う時っていうのは規定量の大体半分とか3分の1とか4分の1とか、とにかく量を減らして入れた方がいいですね。匂いがもうすごい強力なんで。で僕はもうダウニーは大学生の子は使ったんですけども、卒業してやめて、今はもうソフランプレミアム消臭ですね。それやっぱり自分が日本に暮らしてるし、日本人のその好みというか環境っていうところにやっぱこのダウニーってのは合わないんですよね。僕もダウニーの匂いって結構好きなんですけれども、日本の人にはやっぱり受けないっていうのがあるんで、僕はもうダウニーは卒業をしました。であとはブレスケアとして、まあやっていった方がいいと思ってるのは、まあ僕はリステイン、まあ、モンダミンみたいなやつですよね。それとあとは歯間ブラシ、あとはまあ歯ブラシで歯磨くの効率悪いし、あんまり汚れ落ちないっていう風に思ってるんで電動歯ブラシで、電動歯ブラシも今1000円とか1500円ぐらいのですごく性能いいの買えるんで、僕はブラウンのヘッドが360度回転するやつを Amazon で買ってますけど、すごくいいですね。本当おすすめしたい。こういった文明の利器があるわけですから、こういったものを使ってブレスケアもやる。そして、まあこれは男性限定になるかもしれませんが、まあ、結構爪に汚れが溜まってそこから匂いが出るってことがあるので、まあ、爪も定期的に切るってことですね。週に1回とか2週間に1回とかね。で、僕らが暮らしてると、まあ、車なんかが分かりやすいんですけど、洗濯できないものとか場所っていうのがあるじゃないですか。あとは靴とかも、まあ、気軽に洗濯できないですよね。革靴とか洗濯できない。じゃあそういう時はどうすればいいかっていうと、まあ、ファブリーズっていうような、まあ、ファブリーズ系であれば何でもいいんですけど、要はスプレーして匂いを消してくれるアルコール剤みたいのがあるんで、そういったものをこまめに、僕はもう毎日使うんですけど、コートとか冬とか毎日着るじゃないですか。でタバコとかの匂いがつくとどんどん臭くなっていくんで、ファブリーズ使ってもらってケアをする。そして、部屋の環境としてはやっぱりその部屋のいろんなところから匂いが出て、部屋の中に匂いがこもりやすいっていうのがあるの で、特にその築10年とか20年とか30年とか経っていくと、空調がどんどん悪くなってきますからね、環境が。っていうのをケアするために、性能のいい空気清浄機、これを導入する。そして部屋の換気をできれば朝起きたら1回やる、帰ってきたらもう部屋の換気をするっていうのをやってもらって、まあ、部屋の中にはもう新鮮な空気が常に入るような仕組み作りっていうのをやる。そして、まあ、僕のように汗かく人とか、まあ、匂いがちょっときついんじゃないかなっていう風な人は、汗かん剤とか、まあ、香水っていうのを常に使ってもらって、それをケアするっていう、こういう流れですね。で、以上で言いたいことはおしまいですね。で、この動画を本当に作るか悩んだんですよ。で、こんなの言っちゃって、何作ってんだみたいな感じになったらどうしようかなってちょっと怖いんですけれども、やっぱ僕が言わないとみんな分かってないですからね、その自分が大衆出てるっていうので、多分今回言ったような流れを組んでない人っていうのは間違いなく多かれ少なかれ嫌な匂い発してると思ってて、香りの暴力っていうのは僕は本当あると思ってて、スメルズハラスメントですよね。要するにそれをもう無意識で行っているわけですよ。僕なんかもう車に一緒に乗ると、もう臭い人っていうのはもう苦痛なんで、1秒でも早く降りてほしいわけですよね。だって車の中って一緒の空間なわけですから。そうすると仮にビジネスで付き合ったとしても、プライベートで付き合ったとしても、なんかもうすごい残念じゃないですか。本当楽しかったはずなのに、そいつが臭いがために楽しめない。僕も気になって運転に集中できないし、そいつもなんか僕が普段と様子が違ってどうしちゃったのかしらみたいな感じになるっていうのがあるんで、ちょっとこれはでも別にそんな深刻な問題ではなくて、意識さえ改めてもらえれば、匂いっていうのはもういくらでも改善することができるわけですよね。だからその意識変えてもらうことでですね、周りからの評価、僕自身も汗かく人間なんで匂いは出てるはずなんですけど大丈夫なんですよ。なんで大丈夫かっつったら、やっぱり意識してこういった対策をやってるからですよね。香水使って洗剤もいいのを組み合わせて、日本の洗剤って本当によくできてますから、やっぱ日本の風土とかその日本人の体質っていうのを分析して、まあ、ピアノジーさんとかライオンさんとかカオさんとかいろいろありますけれども、そういったところが作ってくれてるわけですから、やっぱり日本の洗剤と柔軟剤っていうのは僕はいいと思ってて、で僕はもう本当アリエルとソフランプレミアム消臭に高い満足をして高い評価をしてるわけですよね。でそういうのも意識を改めて何とかせねばならんってなって対策をしたからできたわけで、でビジネスだけの話ではないんですよ。普段の生活でも本当にこの意識を持って、これは親御さんであれば、子供がやっぱり学校で臭いとか言われるといじめられるわけですから、やっぱり意識して配慮してあげて、ちゃんと毎日お風呂に入れてあげて、洗剤もアリエルとソフランプレミアム消臭で洗ってあげて、で靴とかはもう毎週、僕の子供の頃は毎週上履きっていうのを自宅に持ち帰る習慣があったんですけど、上履きとかは洗濯機に入れたらもう一気にバシッて綺麗になるんで、洗濯機で洗ってもらって、で、まあ、普段履いてるような靴にはもうファブリーズを
を毎日やってもらうっていうのを子供に教えてあげれば、その子はもう一生匂いとかで悩むことっていうのはないんですよね。っていうのももう全部意識、そして知識、そして経験の問題ですから、今回の流れっていうのを公開しましたから、ぜひ実験して取り入れていただいて、スメルズハラスメントをやらない健全な生活っていうのを送っていただければというふうに思っております。じゃあ今回の動画は以上となりますね。最後まで見ていただきありがとうございました。これで失礼します。